皆さんこんにちは。今日は、大竹山に登ります。今日は娘ではなくて息子と一緒に来てます。一応、標準では往復で8時間かかるそうなんで、今、7時半で8時ってなると15時30分、夕方の3時半ですね。で4時半になるともう日が沈んじゃうんで、まあ、なるべく8時間と言わずに7時間、まあ可能であれば6時間台で往復できたらいいなと思います。今日のルートは、氷川キャンプ場の駐車場に車を止めて、そこと鋸山を経由して大竹山まで登ると、それの往復です。はい、初めの分岐に到着しました。まずは鋸山を経由しますんで、鋸山方面に向かいます。今年の夏に、家族4人とあと犬で鋸山という山に行ったんですけれども、その鋸山っていうのは今回登るルートのちょうど登山口から大竹山までのちょうど真ん中ぐらいにあるんですよね。夏以来だから大体4ヶ月ぶりですね。どっち？え？鎖場？うん。オッケー。来ました。オッケー。お疲れさん。鋸山に到着。今日登ってる大竹山なんですけど、大竹山は御前山、大竹山、三頭山、この3つ合わせて、奥多摩三山と言われているそのうちの一つです。今日一緒に山登ってる息子はこの奥多摩三山のうちこの大竹山だけ登ってないので、この今日登頂できれば一応奥多摩三山コンプリートということになりますね。今年は50回ぐらい登ったのかな。来年も、まあ、50回、100回登りたいと思いますね。はい。今年はね、今年の思い出といえば、夏休み、大木草雨降って、全然登れなかったのがね、ちょっと非常に残念だったですね。
到着。何にも見えないな、これ。今日は、野菜たっぷりカレーうどんを作りますんで、はい、野菜は家で切ってきました、はい、これ全部入れちゃいましょう。入れてください。麺入れます。麺入れます。ちょうどいいから配分お願いします、はい、3分だったんで粉末スープ入れます。あと2分で完成。計算、やっと下山が完了した。危なかった。ようやく下山。危ね危ね。今もう完全に日没。まだちょっと明るいけど。危なかったです。7時間で行きますなんて言いましたけど、まあ昼食込みで9時間かかりました。足痛いわ。全然僕の計算ミスっていうか、全然僕の予定が、スケジュールの立て方が全くもうダメだったですね。危なかった。まあもしものためにヘッドライトとかは持っているけど、やっぱりね、暗い道歩くのは危ないもんね。ああ、やっぱ帰ってこれた。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。